デブカティーということで、どうも、平和さんゆうべです。皆さん、今日、4月6日に、マクドナルドで新しく発売されたもの、何かご存知ですか？ビッグマックを超えた、グランドビッグマックとギガビッグマックでございます。ウデブカティーはい、ということで、僕もね、ちょっとお祭りに乗ろうと思って買ってきました。ギガビッグマックの方がね、やばいらしいんで、ギガビッグマックの方買ってきました。普通のビッグマックよりも、箱も大きいです。そして重たいです。本当にデブっていうこう感じのボリュームがね伺えるパッケージでございますけれども、まあ情報で言うと、グランドビッグマックの方はビッグマックの 1.3 倍超えのグランドサイズだと。ギガビッグマックの方はね、ビーフパテがビッグマックの 2.8 倍を超えているボリュームだそうです。本当にデブだね。カロリーの方はね、怖いので見ないようにします。じゃあね、ちょっと開けてみましょう。あー、でかいかもこれ。ビッグマック食べるけどやっぱり厚みが違うわ。ビーフパテがね4枚入ってるの。上に2とね下に2入ってるね。あと、比較のために普通のハンバーガーも買ってきました。全然ちげえじゃん。何これ？デブカトゥーするんでね、ポテトも買ってきました。マックのポテトって冷めたらほんとまずいよね。はい、じゃあ早速食べてみましょう。うわ、これやべえ。食べれるかな、俺これ。じゃあいただきます。なんかね、肉がこう、ズドーンってくる。とにかく、肉。味自体はビッグマックと一緒なんだけど、ビッグマックよりも肉肉しさをね、めっちゃ感じる。飽きた。量的には食べれるんだけどさ、もう同じ味がずーっと続く。ラスト。はぁ。食べたー。まあ、いわゆる食べ盛りな学生とかさ、こう、っていう、こう、ゴリマッチョの奴らとかね。普通のビッグマックじゃ物足りないよ、という人たちが、まあ、食べるものかな、といった感じです。まあ、俺らみたいな一般ピーポーはね、こう、お祭りな感じでね、一回食べてみるのはいいと思うんですけど、まあ、女の子とかはちょっときついかな、と思うぐらいの量でした。ということで、こちら、グランドビッグマックとギガビッグマック、4月下旬まで発売されてるみたいなんで、気になった方は、挑戦してみてください。ということで、ゆうぴでした。バイバーイ。今からラジオ。